か？ずいぶんとあっけなかったの。拍子抜けするほどに。ひとまずこれでイレギュラーは収まったってことで。あらあら、お強いんですのね皆さん。なっ、正面から戦わないで正解でしたわ。どうなっている？同じやつがもう一匹だ。さあ行きますわよ。早い。でもこれくらいなら。あらあら、勇ましいですわね。ではこれならばいかがでして、ザフキエル、アレフ。自身に銃弾を。速度が。レフィーヤ、この野郎。ザイン、みんな。加速と停止、魔法には見えん。手品か。異なる世界、異なる摂理で生きてきたのですもの。理解が及ばないのも無理のないことですわ。でも心配しないでくださいまし、すぐに理解させて差し上げますわ。私の影の中で。あら、次はあなたでして。それではザイン。あら、あらあら、不思議ですわね。いつの間に私の腕を立ちましたの？どうしてアレフで追いつけませんの？どうしてザインで打ち抜けませんの？てめえがトレーからだ。てめえの腕がクソだからだ。雑魚をいたぶって調子に乗ってんじゃねえ、クソ女。ぶち殺してやる。ああ、その品のない口調、その殺気、まるでマナさんのようですわ。ああ、いいですわね。高ぶりますわ、高ぶりますわ。でも私だけは殺させて差し上げるわけには参りませんわね。おいでなさい、ザーフキエル。ダレット、切られた腕が元に。回復魔法まで。時間を戻しただけですわ。そんなもので驚かれていては困りますわね。ねえ、私たち。影の中から分身。さあ、しとやかに舞うといたしましょう、私たち。何度倒しても影から生まれてくる。そんな、まさか不死身。面白い。くたばるまで全員蹴り殺してやれ。まだわかりませんの？あな
たに私を殺しきることは絶対にできませんわ。今日も楽しませてくれよ。おニューの衣装にゃ。初めてちょうだい。諦めませんわよ。ついてこい。初めてちょうだい。諦めませんわよ。独壇場にゃ。負けさせないよ。止まってみるか。諦めませんわよ。よくやったわね。ご褒美は何がいいかしら。焼き尽くせ、スルトの剣。我が名はアールブ。レア・ラーバテイン。あらあら、力の劣る分身体とはいえ、ここまで数を減らされてしまうとは驚きですわね。ごちゃごちゃ言ってんな。次はてめえだ。まあいいですわ。この辺りが頃合いでしょう。ああ。では皆さんごきげんよう。次はきちんと食べて差し上げますわ。影に沈んで逃げたか。くそが。あれが危険因子で間違いはない。すこぶるたちの悪いな。ああ、目標を危険因子から適正存在と断定する。この階層にいくつか魔力の高まりを感じる。同じような存在がまだ複数ある。ここから散開する。第1級冒険者を各班に配備。必ず数を持って対応しろ。敵は想像の拉致外の怪物だ。速やかに殲滅する。例外はない。大丈夫か、ベル。うん、なんとか。それよりもトーカさんたちだけであの黒いゴライアスと互角以上にこれだけの戦力で倒しちゃうなんて、ひょっとしたらリュウさんやアスピーさんより。シド、大丈夫だったか。ああ、助かったよ、トーカ。ふむ、なかなか手強かったが、皆が無事でよかったぞ。しかし、何だったのだ、あの黒い巨人は。明らかに私たちを狙っていたぞ。わからないですけど、今は、はぐれた人たちと合流しないと。ああ、折り紙にかぐや、それにリリルカも戦ってる間にバラバラになっちまった。そうだったな。よし、早く折り紙たちの元へ。見つけた。え？あ、アイズさん。手強かった。どうやら倒せたみたいだけど。折り紙様、あなたはよかった。怪我はない？ええ、まあ、というか折り紙様たちがすごすぎてリリは逃げ回るだけでしたが、とにかく折り紙様も無事で何よりです。ベル様やシドウ様は？わからないけど。
大丈夫。指導のもとには桃花がいる。いがみ合っているように見えましたけど、信頼なさってるんですね。私たちもいろいろあったから。あ、いたー。じゃなかった。ようやく見つけたぞ、我が半身よ。あ、もうどこまで行ってたんですか。リリをほっぽって。しょうがないじゃん。私だってあの巨人に吹っ飛ばされちゃったんだから。人にこんな恥ずかしい格好までさせてるんだから、ちゃんと守ってください。もう、恥ずかしいとはなんじゃこら。今度は逃がさないわよ。光る服、さっきの人とは違いますけど、間違いありません。あのクソ女、どこに行きやがって。ロキファミリア。ウサギ野郎んとこのチビか。おい、どけ。そいつらは潰す。は？え？ちょっと待ってください。この人たちはリリたちを守ってくれて。うるせえ、邪魔すんならてめえも容赦しねえ。二人か、さっきのお仲間よりは楽しませる。お仲間？まさか、シドウとトウカ？メタトロン！上等だ。行くぜ！油断は禁物です。おニューの衣装にゃ援護します。止まってみろ。あーだー。やれやれ、援護します。ついてこい。終わらせましょう。クソが。いいね、さすが俺が見込んだ冒険者だ。彼女たちは危険。その答えが出た。彼女たち。そして私も彼女たちの存在を認めることができない。あなたたちはモンスターと一緒なの？それとももっと悪い何か？何を言っている。ダンジョンがざわつくこの感じ、この後とても良くないことが起きることも。だから
ミリア、これじゃトウカさんのところに。クソ、なんでこんなことに。待ってください、アイさん、話を聞いてください。トウカさんは、その人たちは悪い存在なんかじゃない。剣の精霊であるトウカと互角、何なのあの剣士。元気様と切り合えるなんて、トウカ様すごい。敵が追いついてくる、早く合流を。待つのだ、話を聞かせろ、なぜ私たちを襲う。お前は AST と一緒なのか。私たちが起こす空間侵を恐れているのか。言っている意味がわからない。私は確かに世界を恨んでいた。私を否定する世界に疲れて破壊を振りまいていたこともあった。だが私は指導のおかげで変わることができたのだ。私は指導が好きだ、きなこパンが好きだ。共に喜び、共に泣いてくれるあの世界が好きになれた。異世界などという場所に来てしまったが、ベルやリリルカという良き者たちに出会えた。私はこの世界も愛せると思う。剣を収めてくれ。お前は私のことを知らない、私もお前のことを知らない。だからこのまま殺し合うのはきっと間違っている。私はこの揺れは、まさか私たちの力に反応しているのか。やっぱりできない。あなたたちはダンジョンを狂わせる。あなたたちはまた悲劇を呼び起こすかもしれない。私みたいな人はもう増やすわけにはいかない。テンペスト、まさか天使。誰かが悲しむのなら、誰かが泣くのなら、私はモンスターを、あなたたちを。今日も張り切っていこうね。ついてこい。始めてちょうだい。シド、どこにいるのだ。シド、ついてこい。始めてちょうだい。シド、どこにいるのだ。シド、さて、やり援護します。止まってみるじゃん。シド、どこにいるのだ。シド、これが温泉の効能です。見えているか、リベリア、ガレス。ああ、風をまとった合図と互角か。それ以上信じられ。まだ互いに余力を残しておるようじゃが、次で決まる。急ぐぞ、アイズたちの元へ向かう。テンペスト。加減無理だ、できぬ。あれの前では私が倒れれば指導も。サンダルポン、ハルバンヘレム。トウカ様の剣がどんどん巨大に。それよりこの風、近づけない、誰も目を開けていられない。
今のは。リル・ラファーガ。無秩序に死と破壊をまき散らす凶悪で醜悪で残酷な、倒さないといけない、滅ぼさないといけない、そんな憎いものは全て。ベル、大丈夫か？シロ、うん、なんとか。トウカさんは、アイさんは。お前、その姿は。アイズ、なんじゃあのマガマガしい魔力は。何が起こっている。エル様、ご無事ですか？どういうこと？アイズさんに何が。あれは嘘だろ。そんな精霊の反転。ああ、なんでよ。この世界の人間がどうして。私のせいなのか。私がハルマンヘルブを使ってしまったから。憎い。全員捕らえろ。一人も逃がすわけにはいかない。待ってください、フィンさん。この人たちに害なんてありません。モンスターなんかじゃない。ベルクラネル、悪いが、僕たちは彼女たちをモンスター以上に危険な存在だと認識しつつある。アイズが変容した。そうとしか表現できない。そして僕たちの前から消えた。僕ですら仲間を奪われたと、そう結論付けないようにするのがやっとだ。おい、フィン。命令は殲滅だろうが。そいつらを始末して合図を追う。それだけだ。待て。状況は変わった。彼女たちが危険因子であることは変わりないが、情報を引き出す必要がある。何より彼女たちとはまともな意思疎通が可能なようだ。話を聞いてくれるのか。聞かざるを得ないといったところかな。それに対話できると分かっていながら剣を振り上げるのは蛮族の所業だ。純粋なモンスターならともかくね。私たちはあなたたちの言うモンスター、怪物の類ではない。そもそもこの世界の基準に当てはめることが不毛。折り紙。私たちは劣気とした人間。もっとがつくけれど、争いを望んでいないことは本当。私たちを保護してほしい。
そして叱るべき対応を。処分を決めるのはそれからでも遅くないはず。理性的な判断、論理的な思考。君たちと最初に接触していればこうはならなかったか。何か意図を感じるな。彼女たちを拘束しろ。だが決して傷つけるな。フィンさん。おいフィン。団長。黙れ。これは決定事項だ。逆らうことは許されない。すぐに行動に移れ。ちっ、なんか悪い。俺たちのせいで攻撃を加えたのは僕たちの方なのに。おかしいね君は。とりあえずおとなしくしてもらえると助かる。君たちの力はダンジョンを刺激する。まずは地上へ連行させてもらおう。異界の住人、そして精霊と来たか。やれやれ。嘘は一体ない。信じてくれ。信じてあげてください、フィンさん。そうだ、指導が嘘など。嘘だったらどんなに良かったか。え、異世界とはいえ、よりにもよって精霊同士とは。リベリアさん。なんでもない。とにかく君たちの話は信じよう。じゃあ改めて謝罪させてくれ。君たちは対話できる相手だ。排除を指示したのは早計に過ぎた。全て僕の責任だが、団員たちの悪感情を払拭するのは困難だろう。仲間が豹変し消えてしまった今となっては。その合図とやらは私のせいで。こちらこそすまない。その後は後じゃ。お主たちが言葉を尽くしたところで何かが変わるわけではない。ここには限られた幹部しかいない。お互い腹を割って建設的な話をしよう。と、その前に君たちの処遇を決めなければならないか。それはもうええんちゃう。ロキ、なんやったらラウルたちにはうちから話してもええ。ギルドにも話はつけてある。せやからその子らは解放したって。どういうことじゃ。この子たちは信頼できるってことさ。神様、どうしてここに。まあまあ、詳しい話をこの子から聞いてもうてな。この子。はい、みんな、どうやら厄介事に巻き込まれたみたいね。ま、小鳥。